え風呂とかトイレ、チンコを見られるかどうかの心配ってことでしょ僕がそんな覗き間みたいなことするわけないだろう天罰が下るぞバカ天罰はもう暗いお前 <laughs> もう同人誌の世界にどっぷりハマってんだからよ天使想像リブート。なるほどな。いや、そういう話ではなくて、とにかく一緒に来てくれ。頼む。女の子がどこで服を買うのかなんてよく知らんし。あ、そうだね。甘根とも面倒しさせたいね。各アトリエと。それに魔王関連で、お前も今後顔合わせることがありそうだしさ。あ、そうだ、そういえば。<laughs> マネでもどういう立場なんだろう魔王の配下的な感じっていうのはあるんだけど、妻とかそういう感じなのかっていうところも結構気になるよね。うん、そういうこともなくはないか。やっと外行きのマネが見れるかもしかしたら。だから助けてくれ。頼む。兄がそこまで素直に頼むのなら、いいよ。分かった。でも甘根の着そうな服って、多分カカとカオリエに合わなそうな気がするんだよな。<laughs> なんかもうそれぞれに個性があるから、なんか自分の足で歩いて自分の目で見て買いに行った方がいいんじゃないかと思うけどね。サンキュー。本当助かるよ。<laughs> どんだけ助かってんだよ、お前 <laughs>。そんなずっと標準語で喋なくていいよ。別に一回も方言出てねえけど。ちょうど買いたいものがあったし、私も買い物しよう。主人公、もしかして女の子と買い物に行くの初めてかびっくりすんなよ。時間の長さに。夏服とかこれから暑くなるし。うん。ナイな,なんで <laughs> いいじゃん別に。聞いたところで何かってこともないでしょうん。でさ。もうちょっと妹に興味示せよ。めんどくせえなお前も <laughs>。どっかの緑髪かよ。結局聞いてほしいのかどうせ下着とかだろとにかく付き合ってくれるなら助かる。じゃあ外に出る準備しとくよ。あ、今からってこと <laughs> そういうことかい。今後の話かと思ったわ。ゆっくりでいいぞ。合流するのは昼過ぎだから。 でそのの人たちってどどんんななな雰囲気なの把握しとかないとかい行く店も微妙に困るんだけどあ、さすが女の子。<laughs> もう自分の好きなファッションだけの店を行くんじゃなくて、もういろんなジャンルのファッションのお店を熟知してるんだね。で、それにそれぞれ合わせられると、あまあ、ねくさっても女の子だなそうだな。家に来たのは気まじめそうな人だった。もう一人は大人っぽい人だった。いろいろと。ざっくりしてるなどのみち言葉で説明するには限界があるから、見た方が早い。<laughs> まあね、大体の雰囲気伝わるからね、喋れば。オリエはなんかもう私服いらないですとか言いそうだけどな。<laughs> 制服ありゃ十分だよって感じだもんね。ああ、それと、ノアの服も選んでほしいんだ。あ、ノアの服ね確かに、あの天使の衣装も可愛いけど、私服見てみたい。そもそもあいつは羽をしまえるのか <laughs> ノアちゃんなんでいろいろ考えた結果だ。ん呼んだ <laughs> 飛び出方面白い。<laughs> ディグナみたいな登場の仕方するやん、お前。 いきなり床から現れるから。俺なんんだだか呼ばれたた気がしたんだけどえ何こいつノアっていう単語を聞いたら自動で出てくるシステムが作動してんの <laughs> 呼んだわけじゃなかったんだが、ちょうどいい。頼みがある。もっと普通にそばで見守ることってできないかあーなるほどね。羽さえなきゃ普通に美少女だからね。そしたら主人公が一人ごとでブツブツ言うこともなくなるわけだし。普通 まあね、人によって普通は違うからね。でも大体さしてくれ。今さっきもそうだけど、一昨日俺が弁当を食べてるとき、いきなり目の前に現れただろああいうことされると、ビビるというか、心臓に悪い。うん、そうか。それは誠に申し訳ない。そんないちいち謝らなくていいで <laughs> 話の故障おんじゃねえお前。正直言って気が休まらないんだよ。どこから見られてるのか気になってさ。何、見られちゃいけないことでもやろうとしてんのばよ。お前 <laughs> 風呂とかトイレとか、もしかして今この瞬間も見守られているんだろうかって不安になる。え風呂とかトイレ、まあ、いわゆる、チンコを見られるかどうかの心配ってことでしょえ、健全な男子高校生ってむしろ見せたい派の人多いんじゃないの <laughs> そんな羞恥心とかあるんだ、主人公。バ,バ,バ,バカバカなんてこと言うんだあ、さすがにね。そんなにインドア娘じゃないよね。ノアも。でも実物みたいなって気持ちちょっとあるでしょ君実は。 そんな覗きまみたいなことするわけないだろう天罰が下るぞバカ天罰はもう暗いよお前 <laughs> もう同人誌の世界にどっぷりハマってんだからよ。こういうのはするしないじゃない。かもしれないってだけで不安になるんだよ。ああいいね。なんか主人公ゴールドメ許キョの素質あるわ。<laughs> 常にかもしれない運転を心がけなきゃいけないもんね。人生においても。ボニーの気持ち理解できるかもあ、ここに来てまねがね。何なんかフォローしてくれんのお前だって監視されてねえだろ そういうものじゃあお前今すぐ裸になれって言ったら裸になってくれんのかなんねえだろ恥ずかしくてそういうことだよそれに何かあった時に会話できないのも困る宙に向かってブツブツ言ってたら怪しい奴だと思われるだろうまあ今時ねそんな人も別に珍しいことでもないから <laughs> <laughs> いいんじゃないかむしろ怪しい人扱いしてもらった方が、周りに人が寄り付かなくて、ハニートラップとかも引っかかなそうだし。つまりそばにいるなら普通のの人間のように振る舞ってほしいういととううことそうだ、そういうのは可能かえ、そう聞きたいんだよね。ノアはこの天使の翼にめちゃくちゃ誇りを持ってて、もうこれを取るぐらいだったら、天使をやめるぐらいの勢いだったら、ごめん、もう監視してていいからってなるけど、簡単に着脱可能だったら、もうなるべく普通の女の子として接してほしいもんね。なんならちょっと主人公の学園に転入 して欲しいもん。同じカラスでちょっとくるみと木下さんと白石さんとノアの絡み見たい。それ自体は可能だよ。こうすれば。翼って消せたんだ。お前最初からやれよ。それ <laughs> お何回横幅でけえなって突っ込ませんだよ。お前でもなんか翼ないとその衣装ってチャイナ服に見えるな <laughs>。その腕の服はどうやってついてんの？<laughs> チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ